はい、今回は、流星戦の、一局から、小山空也四段対万波奈穂四段の一局を、紹介したいと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。はい、小山さんの黒番ですね。まあ、お互いね、まあ、模様の広げ合いというか、はい。ここで消しに行きましたね。はい、まあこうやりたいんですけど、まあこのね、模様の張り合いだと、まあ黒の方がね、まあいいということで、はい、ちょっと1と打てないんでしょうかね。はい、これ1本でこう打たれましたね。まあ、受けるってもまああるんでしょうけど、まあ実戦は厳しく上から打たれました。まあ当然膨らみが強い手でしょうかね。まあ一見こうこのぐらいでもっていう気もするんですけど、まあこれもあったと思うんですけどね。まあここの字がちょっと減るので膨らんでから、こちらの図を選択されましたね。はい、まあ、割り込むと、まあ、こうやってこうやって、まあこうですね。まあこれもここが増えるのでね、まあなくはないと思うんですけど、実戦は全体を攻めるような感じで。こうなったんですけど、ちょっとね、まだここ隅がはっきり、生きてるわけでもなくて、少しね、白が、失敗したかなっていう感じです。まあ、これでこの隅の生きは確かめました。まあ、ここら辺もね、まあいろいろあるんでしょうけど、まあ実戦はこれで、まあ、突き越し、これにはこうやろうっていうことでしょうかね。まあこれでなんか大体生きてそうですし、切りましたね。この図でいきましたか。まあ大体キーなんでしょうね。この跳ね出しもありますからね。ここのタイミングでここに行ったんですね。はい、これをここのタイミングで取りに行ったっていうのはすごい手ですね。はい、まだ中央も空いてますから相当怖い手なんですけど、ここを打って、ちょっとね、ここも持ち込んだので、ちょっとどうかなとは思うんですけど、まあ、ここ1手入れてくれれば、まあ、一応成功ですね。はい。なんかね、こういうような、まあ、ちょっと無理と判断したんですよね。
でもなんかいろいろ打ちたかったですけどね。でも死ぬかもしれません。はい。まあここに打って、ここもぎ取って、こうやってね、この2目ももぎ取れましたね。はい。ここ2箇所でちょっとポイント上げて、それで黒がね、良くなった感じなんですね。はい。そうですね。この置きからね、はい、見事し、収益を得たかなと思います。はい。じゃあこんなところでこの後は終わりにしたいと思います。はい。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。